ちょ、あちゃんです。ちょっと昼寝したら寝癖ついちゃった。ではちょっとだけ晩ご飯作っていこうか。何とくろうかな、まあ、適度に何かしていきます。とりあえず、ぬか漬け出しておきます。出すぬか漬け出して漬け直します。何が使ってんのかいな。硬いか、普通でっかい大根や。でっかい大根ね、ちょっと、ね、出しましょうか。キュウリとズッキーニを使ってるんだ。これとしたとね、ちょっと一回動かそうかね。これとしたとひっくり返しながら、結構ね、今のものが入ってるからナスをつけたいのよ。ちょっとそうか、普段も結構いい感じに使ってるからね。これ今日の食べる。ちょっとね、まだね、ぬかね、汁気が出てんの。トゲすごい。ナスのトゲがすごいっていうのはすごくね、新鮮っていうことやけどね。変なとこだ。トゲがそうかな、ここ置いた。さっきから。ナイスで切ったかな。塩をね、つけて。でね、ナスを使ったらまた美味しいのができるね。よいしょ。ナスが好きなんでね。これね、これ。
そうなんだ。つながりなんだ。これトマト入れたからね。トマトっぽい。かなり、ナスみたいになってるの、あれ。食感がナスっぽい。うまっ。ふるっ。ものすごい古漬けになってる。これも味入ってる。おいしい。わお茶漬けにしたいな。そうね、大根以外結構これ漬け。これやっていきましょう。骨あるところはね、分かった。多いかな。こういうところ。
にならないでしょ。さなんで買っていいかな。うん、そう多いかな。か、ってしまおう。
なめろ。煮立ってきたら、煮立ってから10分ほど煮詰めます。
しょ。オッケーだ。おお、うまそう。めっちゃおいしそう。これだけで十分。うまー。トイレもったいないなぐらい美味しいな。もう味噌汁にしよう。これね、絶対これ味噌入るわ。味噌汁に味噌入れるとね、もうかなり味が薄い感じが出てきます。
はい、言うとなりで魚が焼けた。はいはい、もうちょいな、もうちょいな、もうちょいな、青里麩のお味噌汁。うん、青さの風味たっておいしい、最高、これはおいしいよ、江戸っぽいお味噌汁うちのね、この江戸に大幅ありやからねよいしょ、よいしょ、よし、完成。